今日は染丸さんのこの本から出囃子の早船を引きます。で、まあこれは寄席独特のもので若手真打ち用とされているとありますが、この出囃子一覧表を見ると笑福亭笑止さんという諸侠さんの次の人のになっているので、まあそんなもん若手でもないのかなって感じですね。こちらのあの CD はですね、あの1975年ですから今45年ほど前の音源なんですけども、ここでは出囃子としてはポピュラーなうちの一つってなってますね。まあ出囃子を知ってる人が今よりもきっとたくさんいらっしゃった時代だと思いますが、で旋律はまとまっているということで、まあちょっと聞くとね、あ、すぐ聞きたいなと思うようなやっぱり曲でした。で、桂枝雀が独演会などで気分を変える時などに使っているとありましてですね、だから本当昔なんだなと思いますが、気分を変えるっていうのに本当にいい感じの曲です。では弾きます。はい、6本の本調子です。好きな曲ですけど、ちょっと難しかったですね。以上です。